天城鉄道の起動車である。1992年12月、天城線の輸送力増強を目的とし、富士重工業にて AR201 の1両が製造された。形状は、富士重工業が第3セクター鉄道向けに製造していた LE-DC と呼ばれるタイプで、それまで増備されていた AR100 型に比べると、 車体長が18メートルに伸びて収容力が増加し、外観もより鉄道車両らしいデザインとなり、車体側面のリベットもなくなった。折り、扉と上部固定下部、引き違い窓は AR100 型と同様で、携帯的には平成築法鉄道200系、300型に類似する。LE カリーでは全面非貫通系の1枚、窓仕様と、 全面貫通系仕様が設定されていたが、LEDC では全面貫通型が標準である。しかし本形式は全面非貫通系3枚窓とし、LEDC としては得意な形状となった。運転室は他社の LEDC と同様、左側配置としており、車体側面に乗務員扉を備えている。車体塗装、エンジンなどは AR100 型と同一である。 冷房装置はサブエンジン式である。車内は AR100 型に似たセミクロスシートとなっている。AR100 系置き換えまで新車両の追加製造の必要性がなく同形式置き換えの際には各部の構造を変更した新形式 AR300 型を導入したため、結果的に一両のみの製造に終わった。AR300 AR400 型と共に使用されていたが、 2006年秋に廃車となり、翌年3月にミャンマーへ輸出された。ミャンマーでは赤色とクリーム色のツートンカラーに塗り替えられ、日本から譲渡された他の機動車の貫通扉や貫通ホロを移設して全面貫通型に改造され、客車として運用されている姿が確認されている。ありがとうございます。